リール・ウロップ駅は、フランスノール・パドカレー地域県、ノール県リール市にある、フランス国鉄、リール都市圏交通局の駅である。開業は1994年5月、駅舎の設計には、日本人建築家も加わっている。当駅の開業によって、旧来のリールのターミナル駅は、リール・フランドル駅に改称された。駅が建設される前は、 フランス軍の土地であり、再開発も同時に行われた。それに伴って完成した巨大なショッピングセンター、ウラリールを挟んで500メートルほど離れて領域は、近接している、ロンドンやブリュッセル方面へのユーロスター、フランス国内各方面に向かう TGV が、発着する。他に、LGV 北線経由で、ブローニュシュルメールやダンケルク方面へのテアや、 ディール都市圏交通局が運営するバル方式のリールメトロが発着する1日あたりの利用客数は8000人である。TGV は主に LGV 東連絡線を経由してフランス各地に直通する列車が発着する。リヨン方面とブリュッセル方面の直通 TGV は東駅でスイッチバックを行う LGV 東連絡線経由の TGV は シャルル・ド・ゴール空港、リヨンを経て、マルセイユやモンペリエ方面へ直通するものが多い。なお、パリ北駅からの TGV の大半は、当駅ではなく、リール・フランドル駅を、始発、終着とする、ユーロスターは2時間に1本程度停車しており、当駅で乗り継ぐことによって、ロンドンからパリ以外のフランス各地へのアクセスを容易に、している、リール・ロップ駅を発着する、 ユーロスターホーリワ割構造の半地下駅でホームを覆うように、共状駅舎が設置されている。ホームと線路の配置は中央の2線の通過線を挟んで、それぞれの副本線に島式ホーム1面2線を有する。通過線は通過列車の列車風を防ぐため壁で仕切られている。ロンドン行きユーロスターの場合は当駅で乗車する際に、イギリスの入国審査を行うため、 それに対応した施設になっている。駅舎内には、カフェやバーなどが出店している。駅前には、ショッピングモールの裏リールが立地し、隠し店舗や、カフェレストランなどが出店している。国際列車 LGV 白線ベルギー、フランスブリュッセル南駅リールウーロップ駅、シャルルド、ゴール空港、第 2TGV 駅 TGV 間の地域カレーフレタン、駅リールウーロップ駅、TGV オート、ピカルディ駅、 ユーロスターロンドン、ブリュッセルカレーフレタン駅リールウロップ駅、ブリュッセル南駅ロンドン、パリカレーフレタン駅リールウロップ駅、パリ北駅ロンドン、ディズニーランド、アルプス、アビニオンカレーフレタン駅リールウロップ駅、マルヌラバレイコールシェシー駅フランス国鉄テア、GV リール、マイナスカレー、ブローニュカレーフレタン駅リールウロップ駅、ありがとうございます。